めっちゃ短くなって、まあいっかと思って、このアホリは仕方ありません。なぜなら自分で前抜いてたからです。だから職員さんいらっしゃい。綺麗に揃ってますか。前髪すぐ伸びる人なんですよ。だから切っております。チョキンとね、後ろの壁も違うのかもしれないね。前髪切るの上手？あの普通のハサミで切ってます。あの裁縫セットのハサミが切りやすくて、あのみんな買った、小学校の時にいろいろなデザインがあって、その裁縫セットの中に入ってるでっかいハサミが糸切りじゃなくてね、でっかいハサミない、もうこれぐらいのハサミを使うとすごい直線に、糸切りじゃない方のよ、でっかいハサミ、切りやすいですよ。そうそう、大きいやつ。切り方はももの前髪だからの切り方だから、あんま参考になるかわかんないけど、ももの切り方、前髪を持って切ることはしないです。もうそのままで入念にやって、ひたすらまずこう直線に切って、ちょっとずれてるとこうちょちょんちょちょんちょちょんってやってて、でまた櫛で一回解いてピョンピョンって出てきたとこまた直線に切るっていう、とてもシンプルでシンプルすぎるやり方で切っております。何美味しそうな髪型ですねって。うん、何何よ。でもなんかね、持って切るのもいいと思うんですけど、持って切ると私と前髪はガタガタになりがちで、最初は切ってもいいけど、後では絶対こうそのままでやった方がいいと思います。その代わり鼻にね、前髪がね刺さるんですよ。ちっちゃいのがブスバーバーって、それでめっちゃ痛いです。痛いよ。だからお風呂入る前とかおすすめします。痛いんで本当に。めっちゃ痛い。髪ってさ、めっちゃ痛くない？刺さると。私だけなのかな、いつもなんか痛いなと思う。なんか最近はね、最近はストッパースクリーム矯正が取れてきて悩んでるんですけど、なかなか美容院に行けないというね、今行ったら危ないかなみたいな感じで行けてない。でもな、スクモ矯正って痛むとも言うから悩んでおる私は。なんかあとここが今日ボコってなっております。うん、前髪取れてきてね。前髪はね、スクモ、あ、ね、私の前髪はスクモ矯正おすすめしない前髪です。
前髪はあんまね何もしたくない。すごい生え癖があるからね、治んないんよ何をしても私の前髪は。だからなんかモモみたいな前髪で悩んでる方がいたらもうどうしてるかね、そういうの紹介できたらいいなとかも思ってる。そう、ももの髪はねくるくるではないです。でもちょっと癖っ気でうねうねって後ろが今日してた、今日ねちょっと直す時間がなかったんですけど、ここら辺が今日うねってたんですよ。ちょっとアイロン通してるけど、なんか今日本当にここがうねうねってなってて、うねっちゃ後ろうねりがち私の髪は。はい、後ろ。あと今日ここここ浮いてる。なんで浮かないで。変な寝方しましたかな今日は。こんにちは。すごい初見さんがたくさんいらっしゃってくれて、うん、こんにちは、間に合いました、ありがとう。シャンプーは私は今2種類使ってるんですけど、一つねもらったんですよ。それでもらったやつだからなんか調べてもなかなか出なくて、なんめっちゃ難しい、なかなかそこのところじゃないと手に入らないやつだからあれなんですけど、もう一個はブラックシャンプーっていうやつで、美容院で買ったやつなんですけど、多分インターネットでも買えて、桃的にはですね、桃的にはなんだ、やっぱ市販のよりはあの美容院で売ってるやつをおすすめします。髪にお悩みがある方とかは、私は結構ボワってなりがちの髪だから、あのそういうのを使った方がサラサラになるし髪のセットが楽になります。今日はちょっとねここが浮いちゃうデーなんですけど、今日はね、何してた、今日なんて言おうとした？この後、別にそんなすごい用はないですよ。ないかな。眉毛整えてるんですけど苦手で適当です。適当だよ。いやでもなんか最近あんまりそんなレッスンとか以外のお仕事はそんなにしてないです。だからなんだろうな、最近はちょっとメイクを覚え期間とかにしてちょっと自分磨きを頑張ってる期間になります。気分で今日は早い気分だったんです、配信。なんか今日はそんなメイクはしてないけど、私が好きな TikToker さんの YouTube を見てメイク動画見てたらメイクしたくなって目のメイクだけしたっていう。なんかね、昨日ちょっと線を引きすぎてたんですけど今日はちょっとやめました。私結構ねハイライトとかケチってやってないんですけど、ちょっとそろそろもももメイク動画をちゃんと揃えなきゃなって、そのメイク動画を見ててつくづく思いました。
眉毛とか適当主義なんですよ。だって見えないじゃん。だからいいかなって思っちゃう。思っちゃうんだ私は。今日なんかここほら私ね、ここがねすごい跳ねる人なんですよ。見てください、ここここよ、ここ、この妙も見て、妙、この妙がこういうの、こういうのが多いんよね髪に。すごいだから宿毛が大事。耳にねかけてるんですけど結構落ちてきたりして、だからここがボコってなりがちなんですよ。今日めっちゃミョンが多い。そう跳ねてます。でもね前髪は短くした方が揃いやすいんじゃないかなって思います。全然私の多分話は参考にならないかもしれないけど、そう、みょんみょんみょん、まあいずれ前髪をねの形を変えたいって思った時に眉毛が綺麗に見えるようにちゃんと眉毛のメイクも勉強しないとですね、イメチェンしたくなる時期が来るかもしれない。前髪を分けてみようって思うかもしれない。冬ショングといえば、でもこの季節はなんかすっごく、ももは今はなんかちょっとあの宿題とかしてるからあんま聞けてないんですけど、すっごいバックナンバーさんをすごい冬は聞いてた。最近もちょっと聞いたし、すごいなんか冬に聞きたくなるかな。こんにちは。こんにちは、お気に入りやん。雪が綺麗と笑うのママがいて、まあ、あ、クリスマスソングもね、やっぱなんかもうそれって感じがする。ママバックナンバーさん、心に刺さる歌詞が好きですね。この間七並べたいし、ありがとうね、こちらこそありがとう。にゃん、おー、学校が始まったよ。遊びに来たよ、ありがとう。最新のエメラルドって曲もいいよ。お、じゃあ聴いてみよう。なんか最近すごいね、またバンドの曲を聴こうって思ってて、なんかこの間シシャモさんの歌を熱唱しておりました。と昔から大好きな夜逃げさんの曲のアボカドをこの間は熱唱しておりました。ここ本当に跳ねてもういい、諦める、諦めるよママ、もういいの。もちゃのスタンプ
早速 LINE をしてるよ。やったー、ありがとう。やったー、かわいい、ありがとう。今日のメイクどうですか？そんなやってないけど、眉毛とかはもうやってないけど、どうでしょうか。目のメイク多分昨日と相当変えました。なんか昨日は濃すぎた。失敗してた昨日。かわいい、ありがとう、やった、へへへへへ。ありがとう。キラキラ何使って、キラキラはね、エチュードハウスの、あのね、四角くて、四角い透明のパッケージに中に白いのがあって、ふわふわしてる食感のなんか、やつなんですけど、また見せようかな。じゃあかわいいよ。ママ顎にほくろありますよ、ちっちゃいの。うん、やだ。あとね、何使ってたかな、ここに B アイドルのそのなんかスティックみたいな、こうちっちゃいラメラメがいっぱい入ってる、これくらいのちっちゃいやつの、なんだっけあれ、黄金色じゃないけど、そういう系のやつをこのここにつけてます。お仕事もりょうりょう、ありがとうね、ちょっと来てくれて。PAI じゃないよ、 B アイドル。目のねアイシャドウはだいたいロム&のサラちゃんがくれたやつを今結構愛用してますね。それとなんかオレンジピンクっぽいなんかあのそれもエチュードハウスのやつで合わせてやってます。今日はまつげね、あげ忘れた感じかな。もうね、でもオレンジメイク合わないよあんまり多分。二人かわいすぎか、やった。ピュン、なんかいつも同じ系統のメイクしかしてなかったから、ちょっと変えてみてやってみたいなって思う。リコチとか常にやってるの。そうなの？あ、でもリコチいつもまつげ綺麗、めっちゃ。マッチ棒？これ？これマッチ棒？こんにちは。マッチ棒です。これはマッチ棒。
配信ありがとうにゃん、お仕事戻るにゃん、頑張ってにゃんよ、頑張って。こんにちは、今日も来てくれてありがとう。今日も寒いね。あ、そういえば昨日さ雪が降ってて地面が白っぽかった。今日外見てないけど、今日はもうないのかな。頭スキースノボできないよ。あ、判別止まってた。なんかコメントがめっちゃ止まってるって思ったら止まってたのかな。こんにちは。今季まだ降ってないんだ。でももう積もってるのはもう見たことない。地面がちょっと白くなってただけ昨日。寒すぎるよ。ももちゃんやほんまるスタンプゲットしたの。ゲットしたよもちろん。一緒にスキーするイベントはまだですか。スノボ教えてあげたい。おねえしよう。それでみんなに教えてもらうの。一瞬止まったけど大丈夫？オッケーオッケー、ありがとう。こんにちは、こんにちは。好きなら教えられる？みんなすごいね。もう行ったことすらないよ。モバメの返信をハッシュタグめちゃめちゃ見てるから、ぜひ。今日も送るね、後で。みきゃん、こんばんは。同い年です。お、同い年、嬉しい、ありがとう。みゆは外から出たくない。本当にそれよ、出たくないやだやだ。こんにちは、こんにちは。モザモちゃん？モザってる？モザってますか？こんにちは、こんにちは。え、止まったハッシュタグ聞こえなかった？ハッシュタグは、ハッシュタグももちゃんメールです。すべてひらがなでやっております。どう？聞こえた？なんでだろう？すごい。私、モザりやすいんですよ。ショールーム。時々止まってるのか。ごめんね。なんでだろうね、 4G でやってるのに。聞こえた？ありがとう。食べ物がもうないので仕方なく外にいますわかるわかる。あー、もうご飯なくなったと思った。もう仕方なくスーパーに出かけるというね。でもスーパーも大変だ。ハッシュタグももちゃんメール、そうだよ、合ってます。遊びに来たよ、いらっしゃい。もざっせん、早京もざっせん。今日何食べる？今日は
何食べようかな。もう最近もんじゃ食べたい病になってて、食べたい病になってるけど、小麦粉禁止中で食べれないから今日何食べよう。なんかもう小麦粉食べたすぎて、小麦粉以外のご飯嫌やん。何しようかな。何しよう。揚げ物と小麦粉ダメだから、もう今ほとんど。何しよう。広島に住んでたら毎週お好み焼き食べたくなっちゃうな お好み焼き美味しいよね。好み焼きもだって小麦粉だから食べれないし。わお。隣の子がえんえんしちゃってる。うどんも小麦粉なんだよ。うどん小麦粉と強力粉の塊ってこの間知ったから。お肌にはダメだ。でも美味しいんだよね、うどんも。本当に小麦粉大好きすぎて。あとパスタも好きだし、もうパンも好きだし、タルトも好きだし、全部小麦粉だよ もうやだ、もうやだ、本当に。体に悪いものが一番美味しいね。小麦粉って体に悪いの？猫じゃなくてね、お隣のね、赤ちゃんの声だよ。何しよう。こんばんは、こんばんは。うちの猫が泣いてるかと思った 構って言ってるかもしれん。いや、昨日さ、スイーツ食べようももうと思って、今小麦粉禁止中だから別にスイーツならいいやって思ったの。思ってスーパーの、美味しいスイーツコーナーあるじゃんか。で、まず私クレープ、チョコクレープを見たんです。チョコクレープって小麦じゃんと思って、次エッグタルト見たらエッグタルトも小麦じゃんと思って、次ケーキ見たら待って、ケーキも小麦じゃんと思って、ほんでその後ももうずっと見渡す限りほとんど小麦粉使われてて、えっと思って 結局アイスにした 食べたい。食べたかった、エッグタルト。まあダメなんだけどね、アイスも。けどさ、私甘いもの食べてもあんま多分大丈夫なんですよ。でも小麦粉は食べ過ぎたらダメなのかなと思って、本当に最近めちゃめちゃ食べたからちょっとやめてる。そう、小麦粉しか勝たん、ほんとよ、ほんとよ。小麦粉って最強だって思った。サンドイッチも食べれない。今気づいた。最近エッグの卵のサンドイッチが大好きで食べてる でも
べれない。イコール小麦粉って最強ってことじゃん。目実は今日はね、アイラインが左右対称じゃないというないというね、悲劇が起っていますが、こう向いてるとバレないんです。だからいいかなって。トゥトゥトゥルルトゥトゥルントゥトゥントゥルルトゥトゥントゥルトゥルル。七並べやっと文字追い越した。あーダメだねえ、今日から学校だから5時までできないんですよ。餅つき幼稚園のねイベントでしたことあるよ。覚えてないけど、本人は卒アル見たら幼稚園の食べてたでもモーナー卒アルめっちゃ面白いのあるの。なんかさ、あのさ、川に行く、川に行く、なんだっけ、川に行くイベントというかがあったんですけど、そこの集合写真のモモのポーズ、こんなのみんなみたいな感じなのに一人ってやってるの。だからもう本当に自分どうしたんだろうと思って、今でもそれが、その写真が残っておるのが嫌です。お上品とか、なんか勝手にモデルポーズ的なことをしてて、なんかそう優雅な、なんて言ったやろ、すっごいお姉さん感を出した笑顔をしてたんですよ。いや、その写真はね、ちょっと周りにもいろいろな同じ幼稚園の子たちがいるから見せられないんだけど、もう本当に面白かった。もうね、なんか幼稚園の頃すっごいポージングしてたらしくて、もうやめてくれと思って、自分ポージングしてもうカメラ向けられた瞬間みたいな感じだったらしくて、それでなんかカメラマンの おじちゃんがいたんですよ、その専用の幼稚園のその卒アルとかで載せる写真を撮るためのおじちゃんがいたんですけども、その方に向かってやってたらしいです。なんか仲良かったらしいもんも。らしいよ。取られたがり、ちっちゃい頃は。今はそんなことしないよ。けど昔の話だよ。いいと思う？よかったじゃん。トロ川撮影しやすかったしやすかったかな。なんかでも優しかったよ、みんな。その人いたずらっ子ではないと思う。いや、カメラなんかさ、そう最近さ、カメラ撮られるよりも、撮る方が好きになってて、なんかね、カメラね高いじゃん。でもさ、あんな綺麗な画質で撮りたいと思って、けど高いなと思って今そこを行き来してる。ぴょん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 って。まあでも一眼レフとか高いですからね。なんかでも私の写真の黒歴史結構あって、小学校5年生の時に、なんかさ、小学校の時ってさ、あの PTA の方々がみんなの写真撮るじゃないですか。パシャ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 でも撮ってくれるじゃないですか、とかみたいな、あるじゃん、あるよね、多分ある。ありますか。
あ、戻っ、え、いいところでループしてたの？え、聞こえてなかった？つらい。雨降ってる？あ、そう、PTA の方が撮ってくれるじゃん。体育大会の顔とか、あの音楽会のとこの、音楽会のとこの時の写真とか撮ってくださるやつが廊下に並べられると思うんですよ、ランダムで。いろいろ、そうそう、そのそれで私は一つ変な顔が飾られてたんですよ、廊下に。小学校5年生の時に、なんかもうなんだ、組体操してるやつだってのめっちゃ面白い顔してて、そう、いや、半目じゃないけど絶妙な顔してて、それをすっごいからかわれるっていう、もう本当に毎回通るたびにその写真があると思うともう嫌すぎて、もう早くしまってくださいとしか思わなくて。もちろんその写真は買ってないです、私は。いや、覚えてない、どんな顔してたっけ。もうとりあえずからかわれたのは覚えてるんですけど、絶妙な変顔みたいな、変顔してるつもりはないけど撮られた瞬間が変顔みたいな。何、大判に引き伸ばしてくれたやめてください。その時はボブモモですね、ボブのももでした、小5は。いや、小5は真面目でしたね。小5は本当に、小5はいろいろあって真面目でした。塾行ってた小5。塾から言うと結構忙しいのよね。なんか塾行ってバドミントンしてたから、なんかそう、買っとけばよかったのに。確かに今思うと買って おいてもよかったかなって思います。いや、ボボ似合ってないよ、もう本当に。小5以外はそんな真面目じゃないです。別にそんな、なんか普通って感じですね。小学も真面目じゃなかったのかな、どうなんだろう。でも、そうだね。寒いこの部屋。暖房つけてるのに寒いってどういうことや。仕事終わった、お疲れ。北海道来るの？そうだ、これ見せ、この、これ、これ見せようと思って、これ見せようと思って、じゃーん。今登場しました、この子は。私がシトラブで作ったももです。でもね、でもせっかくお正月に飾りたかったけど飾れなかったというものです。キュートでしょ。これセトラブで作りました。じゃじゃーん。あ、あと、あの
コミューンのセトラブの方で私が多分今日出そうかな、投稿にあのー、私ももちゃんの成長物語の方でももに挑戦してほしいことを募集しようと思うので、ぜひコメントしてみてください。にょんにょんにょん、どういう文章で書こうかな。可愛いでしょ、取り出せるんです実は。マフラーが のいちゃうんですけど、可愛い可愛い可愛すぎる。なんでこんなに可愛いの、これ可愛い。癒される、お家の守り神として。そう、レモンのってこれね、難しかったの、レモン結構乗せるの。英単語48個覚えれるまで帰るまで、え、私いけると思う、それ。一瞬暗記得意の人間だから次の日に忘れる人トゥルントゥルントゥルトゥルキャーン、見てるよ靴としてほしい、本当に嬉しい。乗っ取られましたね、いつも見てるよ。今君の後ろにいるよでもこれがいても可愛いだけだよね、後ろに。幽霊っぽくないよ。にゃ、わお、小学生が帰ってきました小学生が通ってる、多分。かわいいでしょ、しゃべるよ、僕しゃべるよ。にゃん、そう、ちょっと企業秘密で聞きたいんですけど、あのめちゃで話変えていい？話変えてもいいですか？みんながさ書いてくれたあの誕生日のメッセージカードのやつって見せてもいい系のやつなんでしょうか、それとも見せちゃダメなんでしょうか頭で聞く。みんなってファンの皆さんね。これは企業秘密系のなのでしょうか変わりすぎた質問。あ、じゃあ中は、中の名前とかメッセージは見せんよ。それはあの個人ここプライバシーっていうのかな。あ、秘密系じゃないよ秘密系じゃないけど、
どっちなのかなと。どっちなんだろう。読んだりしないです。説明が多分メッセージカードがね、メッセージカードをまとめてくださってて、アルバム形式みたいにしてくださってるんですよ。でそれが止まった、止まった、大丈夫？あ、ありがとうミラーボール、めっちゃびっくりした今、もう止まってありがとう。そのアルバム形式にしてくださってて、そのメッセージカード自体は見えない、見せないようにして、表紙とかは見せていいのかなっていうことですね。それは大丈夫？いや、そうですね。いや、いいのかなと思って、どっちなのかなと思ったので、その中身を見せなければ大丈夫かなと思いましてですね、すごい嬉しかったので、昨日やっともらえたんですよ。でずっと楽しみにしてて、すっごいなんか、まあ、もう昨日から合計でずっと見てるんですっていうぐらい見てて、そう昨日もらいました。見てみたい、もも見せたいんですよ。でも多分メッセージ送ってくれた方とか、たくさんまだ配信に今日お仕事とかで来られてない方もいると思うので、定期的に今日の配信以外でもその喜びをね、私は伝えたいし、感謝のことも言いたいし、ちょっとめっちゃ可愛く作ってくださったので、ちょっと待ってね、中身は開けないので、よいしょよいしょ、じゃん、よいしょ。結構ね重たいんですよ。それが可愛くない？見てー、フィフスの衣装にしてくださってるんです。これが衣装、フィフスの衣装にしてくださってて、めちゃめちゃリアルで、その本当の衣装っぽくて、もうすごい昨日もらった瞬間に感動したんですよ。それでも下とかはどうやって作ってるのっていうぐらいうまくて、すごい可愛いんですよ。そう結構ね、本当にどっしりいっぱい、そう皆さんがメッセージ書いてくださってるから、すっごいねどっしりしててそうめっちゃ嬉しいんです。いや私そう置いてるのを見てたので、置いてくださってると思って、そうすごいもう本当に感謝で、どう感謝の気持ちをねすごい伝えようかなって、すごい嬉しいです、ありがとうそうちょっと中身はね見せれないんですけど、個人のお名前とかがあるので、
そう、嬉しい。すっごいよ、本当にびっくりした。ちょっとここで開こう。で、中にはね、なんかもものパンフレット1年のパンフレット作ってくださって、みんなありがとう。すごい嬉しい。ここに詰まってて、いやめっちゃ大きい。嬉しい、本当にありがとう。大切にします。飾る、飾って定期的にもう見てニヤニヤします。いっぱい見るね。あと実はこの中にお姉ちゃんの名前も実はいて、あれ本物なんですよ。お姉ちゃんがいろいろ書いてて、2枚くらい書いてて多分作ってくださった方も見て、あ、いるって思ったと思うんですけど、私のお姉ちゃんがね、サイン付きで書いてるメッセージがあります、中に。そう、で、愛理ちゃんのはね、なんて書いてたかな、なんか「桃子大好きだよ」みたいな感じで書いてくれてて、サインとあと、うん、ペロンね、ここにも参上って書いてた気がする。ペロはね、ここにも参上みたいな感じで書いてくださる気がするな。どこだろう。そう、安定してますね入ってますね。で、お友達のも何枚か、私がまあ書いてって言ったんですけど、書いてくださりましたね、お友達も。で、いっぱい、もうすっごいたくさんの方が書いてくださってて、もうすごい幸せだなって思いました。中ね、いろいろデコレーションとかもあったり、もうパンフレットもすごすぎるし、パンフレットの絵があるんですけど、あのここにチャチャンついててチャチャンついてたり、羊のマスコットとかいて、めっちゃ可愛いと思って、そう、嬉しいです。あと、うちわも作ってくださってるうちわもあったり、寄せ書きとかがあったり、そう、嬉しい、めっちゃ可愛い、ありがとう。そう、お友達もね、なんか私のお友達が書いてた内容がもう普通にLINE で伝えたらすぐすぐさ、あの私が返せるのにさ、もう本当に何気ないことを書いてくれてて、それはそれも面白くて笑ってましたあ、書いてくれたのはコーチの友達です。そう、なんか何気ない生活の報告が、報告というかありましたね。他にもすごい、なんだろう、うん、すごい愛が伝わるメッセージがたくさんあって、そう、思い出になりました。ありがとう。このレースも見て、めっちゃいいの、かわいいと思って、このレースの模様の柄がよく見るとすごいかわいくて、めっちゃ本物の衣装に似てます、本当にめっちゃそっくりと思って、嬉しいです、ありがとう。またね、いっぱいね、見せたいと思います。
嬉しいので、あと感謝の気持ちも伝えます。質感も似てる、紫、そうめっちゃ綺麗、本物ちゃうの、そう本物って思うくらい綺麗なんですよ、めっちゃ本当に。あとこれって縫って作ってくださったのかなとか考えると、あの私はあのお裁縫とかできない民なので、すごいすごいなと思って嬉しい。もうねミシンとかね使うとね、いつもね叫びながらミシンする人なんですよ。人が横にいないとミシン使えないんです、やばいよね。叫ばないで、なんか本当に本当にミシン本当にやばい、手ごと縫わないか心配、本当よ、もうあーって待って横ってみたいな、友達にお願いお願いお願い横ってって言って、ほんで友達も終わってないのに、そうエプロンとか作るじゃん中学の時、ああいう時とかに、あ待って待って行かないで教えて教えて言って、もう 足で踏むやつだったんですけど、もう踏みすぎてダダ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 ダみたいな感じで、もうミシンは苦手です。お裁縫はなんとかなっても、ミシンは本当に本当に怖い。よく糸絡ましてたりしちゃうのでね、私は使い方間違えてやばい本当に。え、足で踏むやつでしたよ、もう学校。でも足で踏むやつの方がいい。高校では毎年毎朝お裁縫の時間がある学校でした。やだー、毎回もも困る。ダメだその学校は。ももは、うん、ミシンはダメです、できないです。こんばんは、こんばんは。アルバム組みのところ。ゴミんとこ。お裁縫女子素敵。じゃあちょっと頑張るか。頑張ろうかな。学校でまだやってないの。じゃあ今何分？いや、そうそう、体が冷えちゃったのでもうちょっと10分になったら読みたいと思います。頑張ってください、ありがとう。
風邪ひかないよ。ここにね暖房してるけどね、全然寒いの。かわいい、ありがとう。今日も美味しそうな顔ですね。美味しそうですか？美味しそうかな、私の顔って。ニットに合いすぎ、ありがとう。もちゃんがコリコリのマネストのストーリー面白かった、面白かった。あれね、いいでしょう。うん、ドゥルー言われてみると美味しそう。ダメだよ、うん、会えなくなっちゃうよ。前髪、今日前髪で配信するのちょっとハマってる。前髪配信。おでこです。星掃除してるみたいで、しただだだ。パッツン歴永遠です、ずっとです。ずっとパッツン、全然超長いもん。パッツンで多分あの髪がさ、0歳の頃は多分まだ前髪あるほどは生えてないから、多分15年半年ぐらいかな。もーちゃんアルバムもーちゃんメールで写真送ってくれると嬉しいです。オッケー、あるね。でもちょっとボサボサから綺麗にしてどうかな。今日か明日ぐらいにまた送るね。ちょっと綺麗な感じで一緒に撮りたい、アルバムと。そうだね、メールだったらちょっと配信にお仕事とかでね、外見に来れないよって方でも届くから、嬉しい感謝の気持ちとともに送ります。楽しく JK してますか？私あんま JK してないと思う。それにね、今ねあんま外出れないから、多分ね、静かに JK してますよ。にぎやか JK できるかな。どうだろう。ももちゃんパリピ JK ではないですね。うるさい JK の時もないです。だってもう本当静かだから、もも学校で。話し会で怖い話してくれるのいいやん、楽しみにしてるから。夜じゃ多かったらいいよ、夜だと怖いから。俺は静かに DD かっこ男子大学生してますよ。やば、静かになっちゃうよね。中学校の頃はもう静かかうるさいの真ん中ぐらいでした。
真ん中、普通、普通 JJJC だっけ、おしとやかキャラでもないですよ、無口キャラ無口キャラ、無口キャラっていうか、なんだろう、うん、もう静かキャラかな。むちゃんの JC 時代も懐かしい、もう懐かしい、もうちょっとで高校2年生なんて考えられない、本人が一番え早くない、この間まで中学してなかったみたいな、してたんですよ私この間まで気分はまだ中学生、前浜は JC ですね、 JC モモでした、前浜は JC だよー仕事に戻りました、ありがとう、お疲れ様、来てくれてありがとう、JC 帰りするか、何背低いけど可愛いから許す背低いのダメですか、前浜市こんばんは、またコンサートしてほしいの、したいしたいしたい、だってもう本当に思い出だよ、思い出だよ、それではね、読んでいきたいと思います、最新さん、なんだっけこれなんだっけ、センスありがとう、おとりそうぐさんかわいいありがとう、みさんかわいいありがとう、たちゃさんお疲れありがとう、えびさまさんかわいいありがとう、かずさんかわいいありがとう、ちかちさんおめでとうありがとう、ちかちさんこれはセンスもありがとう、ドラゴンさんミラーボールありがとう、しんじくんさん、え、これなんだっけ、あのポンってしたらちっちゃくなったり大きくなったりするやつ、なんだっけなんだっけ、そういう物語は知ってる、内出の小槌、あ、ほん、内出の小槌、これ内出の小槌って言おうかな、ありがとう、教えてくれ、しんじくんさん、うちでの小づち、ありがとう、これで大きくなれるねまちちゃんさん、うちでの小づち、ありがとう、たらむさん、うちでの小づち、ありがとう、もくんさん、はたありがとう、よみちたくまのごとピピピピピさん、あきおめ、ありがとうまだあきおめだてんにさん、おめでとう、ありがとう、ドラゴンさん、おめでとうに、うちでの小づち、ありがとう、天神さん、センスありがとう、ドラゴンさん、センスありがとう大きくなりますね、あきおめ規模はあきおめなんですねそれではランキングの方を読んでいきたいと思います、13位の羽田さん、ありがとうございます、12位のきびだんごひこにさん、ありがとうございます、11位のなおともさん、ありがとうございます、10位ののりさん、とまくりまいパスタさん、ありがとうございます、ペクチペクチ書いてるなんかペクチって私じわるんだよな、さら
らちゃんが言うのを思い出す。Kの幻さん、ありがとうございます。あ、変わっちゃった、言い直します。読みますね。13位のテネスさん、ありがとうございます。12位のジュースさん、ありがとうございます。11位のねるちさん、ありがとうございます。10位のきびだんごひこにいさん、ありがとうございます。9位ののりさん、ありがとうございます。8位のまぼろしさん、ありがとうございます。7位のかどさん、ありがとうございます。6位のバナナンさん、ありがとうございます。5位のしんじくんさん、ありがとうございます。4位のジャンボカメさん、ありがとうございます。3位のタロイモさん、ありがとうございます。めっちゃたくまのぐたいピピピピピさん、ありがとうございます。1のふみさん、ありがとうございます。もぶちゃんの誕生カード書きたかったな、ふあら気持ちは届いてるのでありがとう。ありがとう、来てくれてありがとうございました。ちょっと止まっちゃったりして申し訳ないんですけど、ありがとう、楽しかったです、ありがとうございました。またね、ありがとう。